皆さんこんにちは。めっちゃカメラ見て喋るのが難しい。上見ちゃう。今日は今日の出来事っていうか、今日はめっちゃなんかラッキーでやって、だからちょっと YouTube で残そうと思って撮りました。まず今日の一日の流れを言うと、用事があってちょっとお昼過ぎぐらいにそれに行ったんですよ。帰りっていうかついでに、天王寺が歩いて20分ぐらいの距離にあったから、歩いてみようと思って、今日は2駅分ぐらいかな、全然歩けるなと思って。あったかかった、めっちゃ今日あったかくて、もうお散歩日和やし、ピクニックめっちゃしたくなった。20分お散歩をしながら歩いて天王寺に着いて、今日は目的のものがあったんですよ。お友達のココイチから毎年そのみんなの誕生日プレゼントを、欲しいものを買おうってなってて、誕生日は私10月で、11、12、13、もう5ヶ月ぐらいは経ってしまってるんですけど、ほんまやったら自分で買わずに自分でリクエストしてみんなにプレゼントしてもらうっていう感じなんですけど、システム的にはね、今回ほんまにめっちゃ詰まってしまってて、3人ぐらい、もう3人も詰まっちゃってるし、自分で買いに行こうってなって今日買いに行ったんですけど、ずっと欲しかった。でもめっちゃ迷うんですよ。予算を2万円ってしてて、その2万円の中で選ばなあかんから、自分の欲しいものをめっちゃ悩むんですよ。ほんまに形に残るものがいいし、かといって自分で買えるようなものをもう嫌やなみたいな、プレゼントしてもらうからなんか自分では買わんけど欲しいものが欲しくって、でずっと悩んでたんですけど、もうほんまになかなか見つからんくって、やっとプレゼントやしちょっと贅沢な買い方してみようと思って今日買ってきたんです。見てください、じゃん、 ABC マートで買ってきました。ABC マートってことは、そう、靴です。開けていきます。今日めっちゃ大人買いした。じゃん、3つも買ったのよ。もう全部ほんまに可愛い、やばい、マジで贅沢買いです。これは買いって言ってもプレゼントしてもらうから自分で買ったものではないんですけど、どれから行こうかな。じゃあこれから行きます。いくよ、まず1個目、じゃーん、見てこの色味、めっちゃ可愛くないですか。伝わるかな、薄すぎず濃すぎずの水色です。めっちゃ可愛いんです。これがハイカットの方にしました。で、私このコンバースのこのマークが可愛くって好きなんですよ。だからハイカットにしかついてないじゃないですか、だからねこっちにしたんです。かわいい、この色味がほんまに可愛くって、見た瞬間欲しいってなって、そうずっと狙ってたんです。これでお次、じゃーん、コンバース3足目あ、待って、この水色にはこのピンクの紐もついてきたんです。めっちゃ可愛くないですか。これでこう通しても絶対可愛いですよ。私ピンクと水色に最近ハマってるんですよ、この組み合わせ。もうめっちゃ可愛い、これ可愛すぎる。で次こっち、バズカラー、わかる？トイストーリーのバズのカラーと思って、めっちゃ可愛くないですか。このね、わかるかな、光反射しすぎて見えへんかな、ここが薄めの紫みたいな感じになってて、もうめちゃくちゃ可愛いです。こっちはローカットにしました。めっちゃ悩んだんですけどね、もう全部ハイカットにしてあげたいぐらいやったんやけど、さすがにちょっと1個ぐらいはローカット欲しいって思ってローカットにした。こっち、ほんで最後もう1個見せるよ、かわいいよこれ、めちゃくちゃ、いきます、3、2、1、じゃーん、このピンク、薄ピンクなんです。薄ピンク見て、ちょ絶対これ光反射して見えへんや色、もうめっちゃ可愛いのほんまに。このね、ほんまに
何とも言えん、私の一番大好きなこのピンク、色味が最高で、このエピソードなんですけど、ちょっと一個聞いてください。まず最初は私このハイカットのもうこれぐらいの濃いピンクも今売ってるんですけど、この色味を買おうとしてたんですよ。ピンクは絶対一色欲しいと思ってたから、これにしようと思って、そほんでこれと残りのこの2色で3色にしようと思ってたんですけど、今日行ったら接客してくださってた店員さん、最初の店員さんとはまた違うちょっと店長さんみたいな、ちょっと上の多分立場の方が来られて、なんかこの色もあるけどどうみたいな感じで、その私の接客してくださってた方にチラって箱を見せに来られて、そのまま私も見せてもらったんですよ。ほんならこの色が出てきて、もうみたいな、こんな色あるんですかってなってその持ってきてくださった店員さんが、なんか好きそうだなと思って持ってきましたって言ってくださって、なんかそういうなんかちょっとした心遣いができる方、ほんまに素敵やなと思いました。別にしなくてもいけることっていうか、まあ、接客とかってほんまにそうやと思うんですけど、別にしなくてもいいことが当たり前のようにできるっていうのはほんまに素晴らしいと思って、見習わなきゃと思いました。私もほんまにすごいですよね、そういう心遣いができる方って。私はすごくホッとしました、なんか心が。でこのピンクと出会えたんです、その店員さんのおかげで。その店員さんがだって言ってくれへんかったら、こっちの濃いピンク買ってたもん絶対に。もうそっちより断然こっちの方が好きなんです、私は。この薄ピンクの方がめっちゃ可愛いもん、もうやばい。でこっちだけ US って言ってた、そう US、 こっちの方が厚底っていうか若干底が厚めになってて足疲れにくいですって言ってて、こっちの方が若干お値段500円ぐらいは高かったです。かわいい、もうめっちゃかわいいでしょ。全部靴をだって一気に3足買うことなんてもうめったにないじゃないですか、人生の中で。だから3足も一気に買えて、なんかもうすごく大人になった気分でした。すっごくリッチな気分やった。それが嬉しかったんですよね。しかもこれがそのごこいちからのタンプレとしてもらえるものやから、もう嬉しい、これが嬉しいんです。このエピソードは1回終わりで、あのね、私ね最近ねハンギョドンにめっちゃハマってて、ハンギョドン分かりますか皆さん、知ってますかこの子、ハンギョドン。ハンギョドンねめっちゃハマってて今。ハンギョドン の、 あのサンキューマートでコラボしてるっていうのを知って、もう絶対それは買いたいと思ってたんですよ。でその天王寺にもサンキューマートあるから帰りに寄ってみたんですね。私が一番欲しかったのはあのコインケースなんですけど、小さいこれぐらいのやつのハンギョドンの顔のやつなんですけど、あ、ごめんね、それがね売り切れててなかったんです。でもまあ第一希望ではないけど、ステッカーとかもめっちゃ可愛いの売ってるよってフォロワーさんから教えていただいたので、ステッカーも見たいと思ってステッカーも見てきたらまんまと買ってしまいました。まずさ、見ておくれ、このハンギョドンのコインケースを求めてまず1店舗目行ったんですよ。でなくって、そこで見つけたのがこのステッカー、じゃん、アヒルのペックル。アヒルのペックルも私めちゃくちゃ大好きなんです。可愛すぎてもうほんまに大好き、めっちゃ可愛いでしょ。2個で390円プラス税になってるんですけど、あ、そう、ほんでついでにこれも買っちゃったの、あの刺すやつ、ヘアアレンジするやつ。でまず1店舗目終了。これで天王寺にね3店舗あるんですよ、サンキューマートが。だからもう3店舗全部回ったろうと思って、あのコインケースが欲しすぎて2店舗目回って、このねステッカーが1店舗目でハンギョドンが1個もなかったんですよ。えみたいな、ハンギョドンめっちゃ人気やんと思って、もうそんなことあると思って、それも悔しくて2店舗目回ったんですけど、で2店舗目でハンギョドンを見つけました。両方めっちゃ可愛い。こっちなんか何してんねやろって感じやけど、あ、これあれか、さゆりちゃんの着ぐるみ着てんのか、かわいい。
っちゃ可愛い。あとねもう一個、この巾着も見つけました。これ前行ったところではなかったんです。で前行った時にアヒルのペックルは見たんでこれ買ったんですけど、前はこれね、なんかサーモンピンクみたいな色味になっててめっちゃ可愛いです。しかも結構しっかりしてるんですよ、巾着も。サイズもめっちゃちょうどいいし、肌触りもなんてたってモコモコやからめっちゃいいです。でこのアヒルのペックルはピンクって感じで、こっちサーモンピンク。なんでこんなにも私の好きなさ色味にしてくれてるの、ありがてえ、ありがてえよ。2種類、今こっちは化粧ポーチにしてます。巾着って何個持っててもいいよね、なんか欲しくなる何個でも。んで最後の店舗に行ったんです。最後の店舗に行ったらやっぱりコインケースなくって、っていうかもうそのハンギョドンのそのコラボのグッズ自体が3店舗どこ行ってもエコバッグしかなかったんですよ。ででもこの私ね、このね風船のやつが欲しかったんですよ。このアヒルのペックル風船持ってて、でこのハンギョドン絶対欲しいと思ってて、これ見つけてこれ買っちゃいました。でこっちのアヒルのペックルも買っちゃった、可愛いから。そうサンキューマートでは購入品以上になるんですけど、もうほんまにもっと早く行けばよかった。えでも発売開始して多分1週間とか1週間ちょっとしか経ってない気がするんですけど、それでやっぱ売り切れるんですね。君人気だね、私もほんまに好きになってすぐなんで、うん、全然なんかまだそんなに知らへんもん、ハンギョドンのこと。ただもう可愛いから大好き、あなたのこと。アヒルのペックルも大好き、可愛いから。そんなにめちゃくちゃ知らへんけど、でも好きやったら好きって言っていいと思うねんな、別に、うん、キャラクターもののグッズがいっぱい入ってるお店みたいなのあるじゃないですか、よく。なんや、何のお店やったのあれ。私が行ったのはキューズモールのイトーヨーカドーの方にあるお店にめちゃくちゃサンリオのグッズが売ってて、でこれは入っちゃうよなと思いながら入って、まんまと買ってしまいました、ハンギョドンのグッズを。でも2個に抑えた。もう他にもめっちゃ可愛いのいっぱいあって、もうこれも欲しいこれも欲しいってなったけど、ちょっと抑えました今回は。だってさ、いっぱい買っちゃったもん、サンキューマートでもさ、ステッカーとかいっぱい買っちゃった。しかもその行ったお店でハンギョドンのなんかステッカー5個ぐらい入って500円とかやったんですよ。え、こっちの方が安いやんって思いながら買った後に知ったからちょっと悔しかった。でそのお店で買った購入品はまずこちら、これめっちゃ可愛いよ、見て見て、どうしたらいい、一回出そうか。これボールペンなんですけど、1個これ660円でした。安くないか、660円。え、安くないんかな、なんかもう感覚が分からへんくなってくる、キャラクターものって。分かります、なんか何円が安いんかが分かれへんくなる。めっちゃ可愛いねんな、これで。ボールペンがちょうどずっと欲しかったんですよ、可愛い系のやつを。なんか手帳とかいつも持ち歩いてて、でそれにいつもボールペンで書いてるんですけど、ボールペンがもうほんまに普通のボールペン、可愛いボールペンじゃないやつやったんで、なんか可愛いので書きたいなって思ってたから、もうめっちゃ嬉しい。こういうのめっちゃ探してた。いや、ハンギョドンだよ、他にしてると思われるな。これめっちゃ楽しみに帰ってきたやつ、じゃん。なんかハンギョドンのデスクで便利マスコットってやつで、全6種類あるんですけど、こんな感じ。なんか輪ゴム吊るしたりとか、ボールペン立てたりとか、インク入れとかのどれかが一つ入ってるよってやつなんですけど、私が欲しいのはこのボールペン立てで、このハンギョドンのボールペンを立てたいんです。めっちゃ可愛いでしょ、絶対。何出るやろう、これを楽しみに。だってこれ1個990円ですよ、これ1個。
ちょっとお高くないですか？高いけど買っちゃったよ、やりたくて。まんまと罠にはめられてるよ私は。だってこういうのってしたくならないですか？したくなるんよ私。だからガチャガチャとかもさ、ついしたくなっちゃうしさ。しかもガチャガチャでさ、まだハンギョドンさ、あれからさ出てないからさ、出てないっていうかもうやるのが怖くなってやってないんですけど。だって合計6回もして、そのうち4個がキティちゃんですよ。もう泣けてくる。え、ほんでいきます、これ開けます。待って、まだ見ない、まだ見ないよ。これどうやって開けんの？合ってる？これめっちゃ粘着力強いやん。いやー、やばい、見たくない、見たくない、まだ見たくない。え、行くよ行くよ行くよ。一斉ので出ましょう、みんなで一斉ので。じゃん、おお、ラーメン、ラーメン、かわいい、ラーメンやった。え、めっちゃかわいいやん、めっちゃかわいいんですけど。え、普通にめっちゃかわいいわこれ。見て見て見て、ハンギョドンがラーメンを食べようとしてる。ラーメンでかくないですかこれ。え、でもめっちゃ可愛い、やばい。え、めっちゃ可愛い。これ何するやつやっけ。あ、クリップトレイ、クリップなどを入れられるよって書いてます。ほんまにあれやな、なんかあのデスク用やな。え、でもこれだけで飾りたい、私はこれだけで飾ります。めっちゃ可愛いんやけど、やばくないですかこれ。箸持ってるし、え、かわいい。これ立てるんやろこうやって。え、かわいい。こうやってさ、こうやって置くんや、机に。かわいいじゃん、あなた、いいじゃないの。ということで、ハンギョドングッズ紹介以上です。いっぱい買ってしまった今日は。このステッカーは iPad にハンギョドンだらけ。こうやって好きなものに囲まれるのは幸せね。ということで今日の動画は終わりです。ただのなんか自己満みたいな動画になってしまってすいません。こういう動画楽しいな、テンション上がるな。こういうのどうでしたか？楽しんで見ていただけましたでしょうか？これからも YouTube 投稿頑張りますので、チャンネル登録とグッドボタン、インスタのフォローお願いします。そうや、なんかね、多分名前の呼び方とか悩む方がいると思うんですよ。私のアイナ、アッコ、全然何かあの他にあだ名とかつけていただいても大丈夫なので、全然呼びやすいように呼んでください。なんかさんって呼んでくださる方が多いんですけど、さんやとなんかちょっと遠い存在みたいな感じに感じちゃうんですよ私自身。ちゃんの方が嬉しい、どっちかっていうと。で、特にあっこちゃんとかの方が、仲いい子にはあっこって呼ばれてるから、あっこちゃんとかの方が親近感が湧きます、私的には。で、終わります。見てくださってありがとうございました。じゃあねー。